久しぶりにね帰省をしましてあのそんな離れてないですよ実家まあ1時間ぐらいで行ける距離なんですけど逆にねだからこそあんま行かなくなってきますよね <laughs>、まあ、いつでも行けるしみたいな感じであんま行ってなくてあの去年の年末にあの祖母の,あの葬儀があってその時にまあ寄ったりとかしてそれ以来なんで半年以上行ってないのか えー、久しぶりに来まして、まあ、なんかお盆行けなかったし、なんか、あのー、実家の Wi-Fi ルーターをなんか新しく買ったんだけど、それの設定がわかんないからやってみたいなことをなんか言われてて、母親から。じゃあまあ、ついでに行くかーって言って、ついでにまあ顔見せたいしなーと思って行ったんですよ。でまあ、ちょっと私が早く着いちゃって、あのー、家、母親がいなくて、 あでもまあのル,ータールーターはここに置いてあるからとかって言われてたんで、まあ、勝手にやってたんですよね。で、もう終わって、まあ、しばらく待ったらまあ母親帰ってきて、まあ、なんか久しぶりに喋って、なんか何個か行ってて、なんかあのー、風呂とか、あのー、トイレの水回りをリフォームしたんだよみたいな話して、なんかもうあの結構経年劣化してって。 まあ、どうせだったらってことで、なんか、まるっと、その辺変えちゃいましょうみたいな感じで、新しくしたって言って,てまあ、見たら確かになんか、綺麗になってあ、本当だと思って。でね、なんでその、あの、話になったかというと、あの、さっきもちらっと言った通りですね、あの、私の祖母がですね、昨年の12月かな、12月に、まあ、他界したんですよ。で、あの、その時にあの、相続が発生するじゃないですか。で、えっと、私の母親が、 えと母と,、えー、と母の弟、私にとってのおじさんにあたる人ですね。二、まあ、人兄弟なんですよね。でえーとまあ、その二人に相続が発生すると。でね、振り返ること、さらにその前の年の年末ぐらいに祖父が亡くなってるんですね。で、その時も相続があったんですよ。で、えーとーまあ、母は今回あのお風呂とかなんたらは、あのー、の祖母から相続したお金で、なんかそれまた出てきたっていうんですよね。 だ,か,らまだなんか保険かなんかに入ってそれ出てきてそこでまた相続が発生しそのお金で払ったっていうんですけどまあそれだけ聞くとなんかまあ臨時収入みたいで良 <laughs> かったなって話なんですけどあのうちの母方の祖父母、まあ、その家が結構古くからある家であの土地があるんですね不動産を結構持っててでまあもともとはね農家をやってた家なんですけど、まあ、農家はもう廃業しててやってなくて。 で、すよであの土地だけが残って、で、あのその近辺の土地がどん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 開発されていって、土地の価格が上がっていってみたいな感じだったんですね。で、祖父も生前その土地を、あのその土地のままとして持ってたんですよね。だから先祖代々の土地だからみたいな感じで。で、そうすると何が起こるかっていうと、あの相続した時の相続税が尋常じゃないんですよね。でねねうちは、ね、なんかあの えっと、おじとうちの母で、まあ、2人相続することになったんですけど、まあ、母の方は、まあ、のそんなに別に必要ともして母はまあ家庭があるでお,おじは結婚もしてないですよ独身なんですよねで、あのー、あんまりその相続税のうんたとかいろいろちょっと難しいからちょっとおじの方にメインでやってもらって母はまあ,そのまあ一応老後の資金としてもらえる分ぐらいでみたいな感じだったんですよねでまず祖父の時の 相続税で、ででがなんかあのローンんんだって言うんですよあの相続税相続税って基本、あの現金なんですよね。現金なんですけど、あの相続した、えー、と資産っていうのは、土地とかも全部評価額が出て、あの現金に換算、今現金に換算したらいくらって出ちゃうんで、かなりの額になっちゃって。で、手持ちの現金だけだと、まあ、土地売却したりしないと、そんな即座に払えるような額じゃないですよ、ぶっちゃけ。 あの結構本当驚くような額です。驚くような額で。あそうなんだ。で、まあ、その後あの、持つ土地とかを結構売却したりして、えー、とそのローンも返し終わったっていう段階で、まあ、こと祖母が亡くなってみたいな、まあ、そういう感じだったんですね。であの、そのおじがね、さっきもちらっと言った通り、あの独身なんですよね。一回も結婚してなくて、ずっと独身でいると。で、まあ、あの母の弟なんで、まあ、もういい年ですよ。 でまあ、多分結婚はしないんですよね。で今度、まあ、順番でいったらまあ私とかよりもあの母とかそのおじの方が先に、まあ、亡くなるじゃないですか。でその時その結構な額をもう今資産として持っちゃってるわけですよねおじは。で結婚してないんで、えー、その家族、まあ、本人の家族と呼べる人いないんでってなると消去法で相続が、まあ、私とかに来そうだと。 で、えー、と私3人兄弟で、姉と弟がいて、まああのー、順番で言うと、残るのは姉とか私とか弟になるんですね。で、その相続に関することも、あのー、なんかもう書いてあると。遺、あ、書、のー、みたいなやつ、遺書とか、ね、エンディングノートとかなんか、そういうので、まあ、ちゃんとしたやつでも書いてあるんで、で、それがもうここにありますよみたいなことを、もううちの母に言ってるらしいんですよね。で、ちらっと思ったんですけど、まあ、あのー、 あのー、ちょっとダメダメなやつ発言でごめんなさいなんですけど今くれないかなって <laughs> あのー、そのお金なんですけれども今くる <laughs> 今もらうことはできませんかねと言いませんよ言いませんけど思ったんですよねあのだってですよまああのー、結構な年とはいえですよ 平均年齢まで生きたとしたら母も叔もまああと数十年、二、三十年は生きるわけですよ。はい。で、仮に二、三十年経って、まあ、亡くなって、まあ、わかんないですよ。取らぬタの川残業なんですけど、まあ、仮にね、私に、まあ、いくらか相続していいよってなってもですね、二、三十年後にお金もらっても私がもうそんなにいらないですよね、まあ。いらないことはないですけど、あの今、 もらうお金とじゃ価値が全然違うじゃないですか今もし仮にねそんなお金もらえたらねまああの高い買い物がしたいとかそんなにたくさんはないんですけどあのやれることの幅めちゃくちゃ広がるじゃないですかあの生活費の心配がだいぶグッと減るんで仕事を今よりもセーブできるじゃないですかしたらやりたいことをたくさんありますかね私今でももし時間さえあればっていうのが あのピアノとかもね、まあ、昔ちょろっとやったんですけどちょっと再開したりとかあとなんだろう,あそう格闘ゲームね格闘ゲーム私ほぼやったことないんですけどあれちょっと練習して強くなったら面白いかなとかあとなんだろうなジム,ジムとかちょっと体鍛えたりとかそのやりたいなって思ってもう,もうじゃんです時間ないけどできないですよね基本仕事背番リり弾いたら私の一日終わっちゃうんでだからお金今くれないから <laughs> というね。まあ、ダメな男のお話でした。おやすみなさい。